こんにちは、デリッシュキッチンです。アジアンマンゴープリンを作ります。水大さじ2と粉ゼラチン 7g を容器に入れて混ぜてふやかします。別の容器に水適量を入れ、クコの実8粒をふやかしておきます。解凍した冷凍マンゴー 250g とレモン汁大さじ1をミキサーに入れて攪拌します。これをザルでこしましょう。鍋に牛乳 100cc と砂糖 60g を入れて弱火で熱し、砂糖を溶かします。ココナッツミルク 150cc を加えて混ぜ、火を止めましょう。ふやかしたゼラチンを加えて混ぜて溶かします。粗熱を取りましょう。粗熱が取れたらマンゴーピューレを加えてさらに混ぜます。これを容器に等分に流し入れ、冷蔵庫で2時間以上冷やし固めます。仕上げにクコの実を乗せて完成です。